人と比べてしまうのはなんでだろうはいどうもこんにちは優雅とお価値の哲学夫婦の時間ですえ哲学夫婦とは夫婦生活においてとっても大事なことを夫婦でじっくり考えてお話しする場ですとにかく仲良くなることが目的ですそうなの はい、ということであのー、非常に好評いただいてるんですけども、今日も二人でじっくり話していきたいなと思っています。うん、今日のテーマは、うん、周りと比べてしまうのはダメなこと。うん、はい、これでいきましょう。優雅、はい、さん、優雅、はい、さんはねまず人と比べてしまうことってある？自分を？うん、自分とね比べてしまうことはある。うんうん うんまあなあろう分かりやすいところで言ったら「いいね」の数とかフォロワーの数とかあとはそうやなまあそういうやつちゃう分かりやすいところで言ったら「いいね」の数 SNS の自分が何か投稿した時の反応やなでもね気になってた時もあるけどね今はね正直ほんまにこれ「負け惜しみ」 とかもうほとんどなくて。うんうん、あん、あんまり気にしてない。あんまり気にしない。え、なんで、昔はなんで気にしてたの。前は、あ、特にあの一七ライブっていうライブ配信をやってた時。あ、もうすごい露骨な世界でさ。うんうん、あの、その、いわゆる投げ銭の額が、こう、スコアとして。こう、還元、反映されるねんけど。うん、それが、まあ、直接、こう、収入の額に比例しているっていうのもあるし。もう、あそこはもう競争させるという。 ステージなわけよ、うん、そのライバー同士を競争させて、うん、ランキングを競わせて、うん、なんか。 みたいな世界やからそもそもの設定がだからやっぱり気にしないでおこうと思ってもやっぱり気になるようにデザインされているし競争のレールに乗っかってるから順位付けさせられてのんびり行こうっていうのはなかなか難しいのんびり行こうって思ってたとしても周りがそうは見てくれないことにやっぱりこしんどさを感じたりとかあとやっぱその収入ともつながってるからのんびり行こうって言うててもやっぱり。 そこに、ね、あの時間やら労力やらいろいろ使っている分、うん、やっぱりこう何報酬として反映されないことに対するジレンマがあったりもするから。 すごい葛藤があってしんどどかったよ、ね、なるほどだから昔はその競争のレールの中に自分が乗っかっていたからそうそう自分がそのつもりでなかっても周りの人らは競争して比べてくるから <laughs> だから自分も人と次比べてしまうっていう一番が悪だったの。うん、一番顕著だったのは17やってた時とかそうやったけど、うん、でも言ったら子供の時からやっぱりさ、うん、あの成績点数、うん、テスト受けたら点数つけられ。うん な,なんか走るの50秒の50ートル何秒とか測られ。うん 順位が発表されたりとか、受験とか、なんちゃらコンテストとか、うん、やっぱその競争をするというものが当たり前にあったから。うん、やっぱりそこで優劣を見て、うん、あの劣等感を感じたり、逆に優越感に浸ったりみたいなことの染み付いてあるよね。うん、なるほど、うん、その教育システムというか、僕たちが置かれてきた育った環境が。うん、あの、常にそれも先ほど言った、教、競争環境の中に、うん、社会がね、<争>言うても資本主義なので。うん 綺麗事と言うてもやっぱ競争で成り立ってる社会っていうところを子どもの教育の頃から教わってきててそういう環境の中で育ってきてたから、うん、自分もそういう習性が身についていたと、うん、あるよねあるけどだからこそまあ全否定はしないよその何、うん、やっけ人と比べるのが駄目なことって聞かれたら、うん、それは人からそれは駄目ですよとかいいですよとかって 決めてもらうことじゃないかそれねダメですよとか言われてもな自分がどっちを選んでいくかっていう時と場合によってことやなとは私は思うよ。なるほでやっぱしんどいからさあんまり競争競争でやってね買ってて優越感浸れたとしても上には上がいたりとかずっと買ってる状態キープしとかなあかんみたいなしんどさもあるから。あの 買ってててもも負けててもしんどいんよねその競争あまりにこう顕著なこう競争原理の中に身を置くと、うん、だからなんかあえてこうそういう意識を外して行こうっていう,こう意,意図を持つ意思を持つことでだいぶ楽に。 なれる部分はあるよ、ね、だただ環境は優雅さんも言ったようにやっぱりその力がないと商品が売れなかったり、うん、何かしらそのスキルがたけていないとその認められなかったりするっていう社会があるよねって話もしてもう一つの社会の見方としたらその競争ではないところを自分で見つけて誰とも競争しない えー、世界で戦う戦うできる生きるっていうやり方もあるわけやんいかにそのオーシャンがブルーかっていうの、うん、そのレッドオーシャンとブルーオーシャンっていうビジネス用語であって <laughs>、うん、レッドオーシャンっていうのはいわゆる競合が多くていわゆる血の海状態、うん、でブルーオーシャンっていうのはもう競合がいない状態で、うん、誰とも戦わない状態でちゃんと自分らしく自分の力を発揮して生きていけるっていう、うんまあ、例えばそのミュージシャンとかもそのジュディ・マリーが好きなんやったら、うん、ジュディ・マリーを真似することはできへんよねゆきちゃんも そのものの人間を、うん、ユキちゃんのライブをじゃユキちゃんじゃないオカチが歌ったらおかしいわけでオカチ今レイダスの失敗,した失敗したなと思ったよ<笑><笑>でも自分で何喋ってんのやつ思いながら喋っじゃあユキちゃんジュディマイのユキちゃんがいててジュディマイんのユキちゃん風邪ひいたからジュディマイのユキちゃんに声が似ている例えばユウガさんが例えば声が似てたとするやん <laughs> そのユーガさんが同じように歌ったとしてもやっぱちょっと違うするですレッドオーシャンの話してるブルーオーシャンの話だからジュディ・マリンは誰も真似できないよねっていう話をしてるあいやでもやっぱり、うん、あのねポピュラー音楽のその音楽業界、うん、産業としてはすごいもう血で血を洗う、うんまあね、世界を。 そうもうオリコンチャートとか言われ何枚打ったかとか何人動員したかとか言われっていう世界よ。で例が悪かったな。ブルーオーシャン言って他ブルーオーシャンっつったらほかに誰も隙間産業よね要は要はほんまにこうんやろなえっとちょっと思いつかへんけど例えばうちらもうちらも普通に英語教室をやってたらレッドオーシャンなんですよ。レッドオーシャンで <laughs> バスケ教室を普通にやってたら近くにミニバスとかがあったりしてレッドオーシャンいっぱいいろんな教室があるからレッドオーシャンだけれども僕たちはバスケ教室とは言ってるけどバスケットを教えるというよりもライフスキルを教えるると言ってるだからバスケ教室っていうフィールドで戦ってなくて生きる力を育むっていうフィールドを作って そっちに、どうですかっていうふうに来てもらってる。うんうん、だから、バスケ教室だけ戦ってた、らそれでどうしたんやけど、ちょっとコンセプトを変えれば。うんうん、同じような商品でも、あのブルーオーシャンにもなり得るんだよっていう,そう,いうこと。なんで、例がすぐに思いつかんねや。そうそ、ん、うそう、まあ、うちやん。そうそうそう、例えば、そういうことで、<laughs> 英語教室も英語教室いっぱいあるけど。もちろん、英語は、英語というものをベースにして、生きる力、表現する力とか、いろんな世界を見る力とか、対話する力とか。 とかそういう土台の力を育むんだよっていうところもセットにしておいているから差別化できてるんだよっていうところね、うん、ライフスキルという言葉をやってる英語教室はないわけやから和歌山ではね。うん とはいえそんなにまだまだ真っ青でもなくそ,んなそこまで唯一無二になりきれてるわけでもなくだからやっぱりこうできるだけ自分の海を青くしていきたいなっていうのはもうずっとこれからの課題でもある、ね、そ,でその時に僕たちは自分たちを青くすることが大事なんだけど他の競合がやってるからそっちを真似しようってしてしまったら相手の土俵で戦ってしまうことになっていわゆるペンギンさんはやっぱ空を飛べない。 そういうのを飛べないのに白鳥に憧れて飛ぶ練習をしていたとしても、うん、それはちょっともう,こう飛ぼうとて飛ばれへんって言ってこのじあの,この,あのコンクリートでバーってこうすべてこううあって擦り傷できたりとかするだからその練習をしたとしてもあんまり意味がないよねと。 でも自分たちのフィールドは空を飛ぶことではなくて海で泳うことなんだということでもなごめんちょっと話ずれるかもしれないけどさこの間さ「ダイアッド・インクワイアリー瞑想」はい瞑想」2人でこうする瞑想があるんだけどそれでなお題が「特別」って「いうことに関しててやっったね特別あなたにとって何ですか?」とかから始まりめっちゃ面白かったそれちょっと後でやろうやそれでなんかそのさごめん あの話をしてたんやけど、うん、そのやっぱりさ私歌とか若い頃から、うん、小さい頃から歌ってたし、うん、その歌を歌う人みたいなのにすごい憧れてたから、うん、こうある程度なんか特別でありたいとかあらねばならないみたいなのがずっとなんか脅迫観念みたいなのがあったんよね。であで逆に言ったら、うん、あの特別 であそれは、うん、えといわゆるマイノリティ特別っていうのは特別秀でた人とか優れた人っていう意味では、うん、必ずしもそれだけではなくって、うん、マイノリティであるってこと例えば学校に行かなかったとか、うん、あのいわゆる就職活動していないとか、うん、あの30歳ぐらいで留学したとか,、うん、なんかそういう。 マイノリティィとして生きていてもいいんだ自分は特別であってもいいんだって思えることですごく楽で力になってた部分もあるんだけれどもんかすごく特別な存在に社会的になりきれないというジレンマもあってしんどかったりもしたのね。だけどんか最終的にその瞑想をして私が落ち着いた着地点っていうのが私は特別であってもいいし特別でなくてもいい時と場合によって。 選んでいけばいいいけばっていう、うん、その特別である私と特別でない普通の私っていうところのこの立ち位置っていうのを自由に選んでいいんだっていうふうに思えた時に、うん、特別でなくてもいいし特別であってもいいって思えた時に特別になれたた気がしたんよね、うん、うそうみんな全員特別であり特別じゃないやんって言うたら全員が。うん 100人いたらなんやけどその立ち位置を自分で選んでいいんだってなった時に、うん、その立ち位置は唯一無二のものであって、うん、それが特別秀出てるとかそういう意味じゃなくってオン,オンリーワンという意味において、うん、あだからあじゃあ特別でなくてもいいし特別であってもよくってその立ち位置を時と場合によって自分で選んでいったらいいんやって思えた時に、うん、本当に。 なんやろ「いいね」の数とか、うん、もうクソどうでもいいって, <laughs> っていううん、うんうん、もちろん反応がもらえたら嬉しいよ、うん、反応がもらえたら嬉しいけど反応がもらえないからといって別にそれは悲しいことではないっていうこ、うん、ちょっともう少し具体的な話出してほしいんけど<じ>それを特別で例えばどういうことっていう。 例えば。ちょっと抽象的な話で。なんか自分が自分であっていいということなんよね。具体的に言うと。なんやろうな。場面とか。変な人って思われてもいいというか、最近私、うん、あの毎朝お菓子と散歩ねってさ、公園に。うん あのウクレレ持っていって、うん、あの大きな声で歌って、うん、それをインスタに上げたりしてるんやけど、うん、これは、えー、と何も今に始まったことではなく、うん、多分23年ぐらい前からやってるんよねほいほいやってんねんけどその時って本当に何か遠慮がちに「うん、すいませんこんな私なんかが歌って」みたいな感じで、うん、もう誰にも誰にも迷惑かけへんよちっちゃい声でこっそりこっそりこう恥ずかしい感じでやってたんやね、うん、練習もまあ実際ねあの今よりも全然弾けやんかったでしさ。うんで あのできてもなんかちょっと英語のさらっとした曲みたいなやつやったらそんなに邪魔にならんかなみたいな、うん、で今はでもすっごい大きい声でなんか90年代の j p o p とか歌ってても、うん、なんか全然平気なんよなんか開き直っているというか、うん、なんか別にそれであいつ痛いなって思われたとしても「そうは、ん」so、って思えるっていう「<laughs> だ,だから何?うん」って思えるっていう。 あのところでもちろんそれを毎日こう、うん、なんかこうアップとかしてても、うん、そりゃすごい反応がある日もあれば、うん、すごいい,いいねって言われる時もあれば全然スルーな時もあって、うん、まあディスられたことは今んところないけどねないけどなんか別にそれが。 周りの反応どうこうじゃなくて自分がやりたくてやってて迷惑になってるんやったらさ公園内で明らかに迷惑になってるんやったら「すいません」って言ってちょっと控えますってなるかもしれないけど誰も気にしてない。なんならたまにおじいちゃんとかさ話しかけてくれてさなんか「わしの若い頃ウクレレ」って言ったら高木ブーのなんちゃらでみたいな話とかしてくれそういうのが楽しかったりとかなんか。 楽,楽になったんよねだから自分はこんなとこで、うん、あの公園で歌ってるのは誰もいないし、うん、でなんか別に言うたらでもみんな見ていくんよ当日があれウォーキングしてる人とか自転車乗ってる人とか見ていく何だ何だみたいな感じで見ていくけど、うん、それが見られて気持ちいいとかも別にないし、うんうん、なんか大して邪魔にもなってなさそうやし、うん、<laughs> なんか別に自分はこれが好きでやってるっていう、うん なんかすごく楽、うん、それは分かったんだけどなぜ,なぜそう思えるようになったかの具体例がいやだから特別でも別にそ,れそこで自分が多少浮いててもいいし浮いてなくてもいいといいし浮いてなくてもいいと思うしだから言うたらすごい特別な人言ったら日出てるという意味で特別な人しか歌ったらあかんと思ってたから思ってた、ね、思ってたけれども別にそうじゃなくても歌ってもいいし歌ってもいいし。うんうん 公演の中で私を浮いた存在になっても別にいいっていう。そこのマインドが変わったからとね。<laughs> そうそう,そう,そうな、なるほど。だから歌うっていうのは特別な人しか歌が上手い人しか歌ったらダメと思っていた。けれども自分は下手だとは思ってないで、ね。思ってないけど。だけど。だけど、<う>けど今はその特別じゃなくてもいいし、特別な人でも別に自由に表現していいんだって変わったから。だから公演に行っても、うん、今ま、昔は声が小っちゃかったけれども。うん、今は声を大きくして、周りのことを気にせずに、もちろん遠慮とか迷惑。 だからそのんかすごくスペシャルかすごく普通かのこのあちら側とこちら側みたいなのがあってその言ったらあちら側のさっきの例で言ったらジュディ・マリサイドに行けなかった人間やからもういらんことしたあかんみたいなことじゃなくって別にその時々で自分の立ち位置を決めていいんだっていう。 ことがなんかふに落ちたって話なるほど、うん、逆にそれななぜにそうやって十二丸じゃないと歌ったらあかんとか上手 <laughs> い人じゃないと舞台に立ったらあかんっていう観念になってたよやっぱでもさあのー、音ってす、うん、騒音やんよ騒音っていうかうあの聞きたくない人にまで聞かせてしまうことになるからはい、はい、そのある一定のラインで <laughs>、うん なんかどこからどこまでがノイズ、うん、騒音でどこからがギフトになりえるものなのかっていうのはすごく大事なところだなと思っていて、うんでうん、そうなんよねだからその自分はギフト音を出す時にギフトとしてありたいというのはやっぱ今でも思ってる、うん、どちらかというと。思ってんねんねけど、うん、その だ,だからなんかこうある程度、うん、ある程度ギフトとして音を出せるぐらいにならないといな公共の場公共の場とかではやっぱやったらあかんって今でもそれは思ってる、うんうん、基準が高いよだからそれは音を出すこともそうやろうけど、うん、多分あらゆる場面で多分そういう基準が優雅さんだけじゃなくて人はあるんちゃうかな、うん、うんうん、だかそのラインに満たさないと自分は表現したらあかんとか、うんうん、ここまでいかないとなんか。 自分は行動したらあかんとか,、うん、なんかそういうのが一人一人あるような気がしていて僕は、うん、そ,それがすごいも、あのー、ない方がいいなと思っててまあ<う>なくてもちろん配慮せんでいいってわけじゃないけど、うんうん、つ,つまりその行動しないと表現しないと歌もうまくなっていかないわけでうん、うん、人前で演奏しないことにはうまくなっていかへんけど。うんうん 私なななんてって思ってっっ思たら演奏ししいいつまり上達しないわけでそうだ,だからやっぱその時と場合によって立ち位置をかん、うん、変えていけるっていうのは例えば私は和歌山の河川敷の広い公園で朝の早い時間のおじいちゃんとかがパラパラ散歩してるぐらいの時やったらその場では大きい声でわあって歌えるけど例えば。ニューヨーヨクの地下鉄とかってあれあの ストリートミュージシャンもオーディションがあるよね。うん、オーディションがあって誰でも彼でもやっていいよってわけではない。やっぱある一定の技術だったり表現力だったりってのがある人じゃないとやってはいけないってことになっていて、うん、だからそこではあのなんだろうな湧きまえる <laughs> わきまえるやろうし、もしかしたら何かうまいこと言って選んでもらえるならやるやろうし、そうそういうことやな。分かった分、うん、だからその、うん、今まではもうこれが丸って言ったら全部丸やったけど。 何そのある程度じゃないと、うまくある程度うまく歌えないと表現したらダメって。ったらそれはあらゆる場面で適用されてたけど、うん、そうじゃなくてここでは良くて、ここではいけないっていうちゃんとラインを自分でつけれるようになったってことね。うんだから。まあ、あの河川敷やと歌っていいけど、まあ、誰かがやってる？スタジにステージに割り込んで歌うっていうのは違うよね。とかね。<laughs> そういうのをやることでちゃんと,ううと。 自分の中で誰にも迷惑をかけずにちゃんと自分の思った表現ができる。うん、相手も尊重してリスペクトした状態で自分の表現ができるってことができるようになったわけだ。うん。ユウ、うん、がさ、20分話してる。おかち,おかち全然といて。おかち。が。<laughs> じゃおかちが聞くから。ま、さっきユウがおかちに聞こうと思ってた。聞くんじゃなくて。おかちはどう思う？それを聞こうと思ってた。<れ><ゃ>話した後に全部。 全部どう思うないどう思う？<laughs> 競争したらダメなの？いや <laughs> どうなの？いやおカちはあの競争し,してもいいと思ってるんだけど、競争することで自分の力が発揮できなくなるようであれば戦法がいい。うんうん。だから。 競争誰かと比べてしまって不安になって心配になって、うん、なんかこのどうしようって悩んでしまうことで今この瞬間にやるべきことができないとか、うん、本来やるべきことになんか勉強でやったり仕事に集中できずになんか全然違うことをやってしまうとかそれやったらちょっと違うなっていうふうに思ってて、うん、もちろん人と比べることで自分の立ち位置がわかる、うんえっと、自分の目標の人がここにいると、まあ、ベストセラー作家さんがいて僕はまあ今回まで1冊,1冊出すと。 ということでやっぱり差があるわけで何が違うのかっていうこのギャップを見ることでそしてそのギャップを埋めていくことでその登りたい山というか自分の目標に近づいていくわけでやっぱそのためにはそのロールモデルを見つけたり誰かと比べるとかいうことは非常に大事,大事になってはくるんだけどその時にああ自分なんてダメだってなってしまったり その心配やや不安ででるべききことができないつまり自分の力が発揮できない状態になる今この瞬間にそうなるとそれ比べ人と比べるんじゃなくてもっともっと自分の自分のところ自分のその自分を見つめていく自分と比べていくというか。 過去の自分とどうだったのかとかそういうところにフォーカスした方がいいのかなっていう気はするよね特に自己肯定感が低い時っていうのはもう人からの評価とか人からの目っていうのを気にしすぎるとやっぱり自分の評価じゃなくてそっちの周りからの目を気にする方に100%いってしまうから、うん、もちろん 自己評価だけじゃなくて他人からの評価も絶対大事でその自己満足、うん、わがままにならないとかエゴイスティックな表現にならないっていう意味でもすごい大事なんだけれども自己肯定感が低いうちとか自信がない時とかやろ自分の力を発揮できないその状態で誰かと比べるってことにフォーカスしてしまうと苦しくなるからそんな時は。 もうそのシャットアウトしてシャットアウトしてそして自分昔の自分と比べてどうだっただろうとか自分はどうありたいんだろうとか人と比べてとか人に言われてではなく自分はどうありたいっていうところをちょっと見つめてみてそっちに一歩一歩小さな一歩でもいいから進んでいくっていうことをしていくのがいいんじゃないかなっていうだから問いとしては周りと比べてしまうのはダメっていう問いに対しては自己肯定感が高くて自分の能力が発揮できる時であれば○。 いいと思うんだけど自己肯定感が低くて人と比べることで自分のやるべきことに全力を注げない状態になったらそれはちょっとやめといた方がいいよねっていうことですよね、うん、僕の意見としては。なんかでも人にさ、うん、人と比べられるのは嫌やね、うん,なん嫌じゃない 比べてくる人いるやん「どこどこの英語教室とくらはこんなんやったけど見習ったら<か>どうですか?」とかさまあるし逆もあるやん逆もその「どこどこの英語教室はこうだったけどお宅のところに来たらこの子供が喜んで」って言われるんやけど、うん、それ比べられてるから逆のことも起こりうるなっていうの、まあ、確かにね褒められる時にも褒める時にやっぱ人って人を比べて褒める人が結構多いやん「うんうん、どこどこと比べて」とか「昔はこうだったんだけど」とか。 それをされるといつも比べられてんのやろ比べてんのやろなっていうふうに受け取るから褒められた瞬間的にはちょっと嬉しいけどでもそれは何かこう何かあったら逆の立場になるんやろうな白黒になるようにっていうのはあるわなだから極力人と比べてなんか褒めたりとかコメントしたりするっていうのは避けるようにはしてるよね僕か 子どもらにさ英語の教室で多読多読コーナーをやってて、うん、薄い英語の本を、うん、あの読んでいってそれを読,み読み終わってええ感じに読めて OK、うん、ってなったら、うん、次の 本にっっていくっていいくうので何冊読めたかみたいなのをこう自分でこうスタンプカードみたいにして,やってこう貯めていくみたいなのをやってるんなでやっぱりそれは人によってペースがあってさで他の子なんかレベル何までいってんのみたいなの聞かれてなんかあの子はもう一番早い子でレベル何までいってるなみたいな話とかあとチェックテストで「全問正解やった子おる?」とか聞かれるから「おるよ」って「なぎなぎちゃん全問正解やったよ」って言うんやけどでもあのは あのはっきり言って口頭の,のテストね、うん、であの私は目の前の前人をを見てて問題を変えてると、うん、<laughs> この子中学生やしだいぶあの慣れてるからちょっとむずいの出そうかなとか、うん、この子まだ小2やし、うん、2> あのまだ慣れてないから簡単なやつ出そうかなと思ってあえて見て問題変えてるから、うん、人と比べてもしょうがないでって言ったら、うん、納得してた。<laughs> <laughs> なるほどね、うん、はいということで今日は「周りと比べてしまうのはダメか?」 っていうことをお話ししましまた、えっと、僕たちの意見は今ねペチャクチャお話ししたんですけど「全然まとまとってあなたはと思う <laughs> はいということで、まあ、哲学夫婦はねこんな感じで夫婦生活においてめちゃくちゃ大事やなって思うことを夫婦でペチャクチャお話しするそして仲良くなるという目的でやってます。ですのであの、ね、この画面の向こう側の皆さんもパートナーとね是非こうやって大事なことをお話ししてもらえたらまあ いいんじゃないかなと宣伝もいいけどね。うん、はいということでね、またあのやりますので毎週日曜日は8時半からねライブ配信もやってるのでぜひ遊びに来てください。あと高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくはい。ここは高評価求めるんや。ここは高評価求めるんや。求めよ。求めるよ。<laughs>